全国学力調査っていうのが行われて、なんと正答率が 12% だったと。しかも0点が6割ですよ。 A baby elephant. How cute. But I recommend stores in Japan should stop selling plastic bags.で始まりました、森たちチャンネルです。さあ今回なんですけども、なんとですね、中3英語スピーキングですね、まあ話すことってやつなんですが、学力テストですね、全国学力調査っていうのが行われて、なんと正答率が 12% だったと。めっちゃ低いね、12.4 なんですけど、まあどうなったのと。前回調査の時は 30.8% だったってね。まあ難しくなったと言われてるんですけど、そのどうなんですかね。聞く読む書くの方は 46.1% だったんですね。じゃあその話すこと一体どうして取れないのかですね。しかも0点が6割ですよ。6割も0点の試験ってどんなのなのよ。ということで解いてみたいと思いますね。 CBT なんだね、コンピューターベースで。動画だ、動画で解いていくんだね。 OK、 じゃあ見てみます。問題音声が流れる回数、このオレンジ、これだったら、と右横のオレンジ色のバーが動く。あなたはオーストラリアからの留学生ソフィアのために動物園へ行く予定を立てました、はい、今日がその当日です。会話が続いていくように質問に答えたり、あなたの考えを伝えたりしましょう。指示がある場合はその指示に従って答えましょう。問題はカッコ1からカッコ4まであります。回答時間はカッコ1からカッコ3が7秒、カッコ4が20秒です。それでは始めます。カッコ1。 A baby elephant. How cute. I can read some Japanese. Its name is Taro. It's a boy. And what does this say?ああ、そういうことか。His birthday is March 1st ってことね。はい。まあ今これ、動画じゃなくて画像で見てもらってると思うんですけど、やっぱリスニングを聞き取れなきゃいけないってことですね。はい。だから、なんてここ書いてあるのって言ってるけど、これそもそも聞き取れない人がすごく多いと思いますね。で、動画の方では名前は太郎のところはこうやってボンって大きくなって、男の子ですのところもボンって大きくなって、で、誕生日は3月1日ですってところはボンって大きくなったんで、だどこを指してるかは、わかるわけですね。で、バースデーを答えると。なるほど。So, what are we going to do next? そういうこと。 We are going to see kangaroos ってことですか。カッコ3。 Look, kangaroos. They are really famous in my country, Australia. I know a lot about them. Do you have any questions about kangaroos? Please ask me.What do kangaroos eat? ってことでしょうね。まあ、what food とかでもいいでしょうけど。で、今のは、皆さん今画像で見てると思いますけど、動画でこうやってやってましたんで、食べてたんで。カッコ4。I want to buy a gift for my host brother. He is only 4 years old. Which one should I buy for him? A picture book?Animal cookies or a t-shirt? And why do you think so? I think we should get animal cookies because he's only 4 years old. So I think he wants to eat sweet stuff. And I don't think he likes to read. で、まあこれが多分一番難しいでしょうね。はい。で、模範解答見るとめちゃめちゃ少ない。こんだけしか書いてないんだ。へえ。まあ多分ほぼ答えられないでしょうね。で、動画ではちゃんとピクチャーブックとかピクチャーブックが大きくなって、アニマルクッキーズだったらアニマルクッキーズが大きくなって、 T シャツだったら T シャツが大きくなってましたね。英語の授業でニュージーランドから来た留学生が環境問題についてのプレゼンテーションをしています。その発表やスライドの内容をもとにして、あなた自身の考えとその理由を英語で伝えましょう。1分間話す内容を考えた後、30秒で話してください。メモを取っても構いません。それではプレゼンテーションを聞きましょう。メモ取れんだ。 Do you buy plastic bags at the store? Or do you use eco bags? Look at this picture. え、変わった。
There are many plastic bags in the sea. It is a serious problem today. Now, look at this. I was really surprised to see this, because over 25% of people in Japan buy plastic bags at stores. In New Zealand, stores do not sell plastic bags, and we take eco bags. Some people may say plastic bags are becoming more eco-friendly, but I recommend stores in Japan should stop selling plastic bags. What do you think? それでは話す内容を考えましょう。あ、60秒も考える時間あるんだ。話すと30秒だったっけ。それでは30秒で話してください。 I don't think stores in Japan stop selling plastic bags because as you can see in the graph a lot of people still buy plastic bags. They probablyget to bring their eco bags, or maybe some don't have eco bags. とかって言えばいいのかな、わかんないけど、中学生の気持ちになって喋んないと。あ、でアンケートがある。 Some people っていうか、 Some don't とか使えないか、中学生って。わかんない、中学生のレベルの英語で喋んないといけないんだもんね。そこ難しいな。はい、という感じでした。どうですか。まあ無理ですよ。当然高校レベルだったら使える表現がたくさんあるだろうからできるかもしれないですけど、ただまあ0点はねちょっとね頑張ってほしいんだけど、多分まず聞き取りでしょうね。そもそも聞こえないっていう人が多かったんだと思いますね。だからまずはその聞き取りの練習をちゃんとやらないと、っていうかリスニング力をつけないとそもそも試験を受けることすらできないっていう人がほとんどだろうなって思いますね。まあ、狙いはちゃんとわかるんだけどね。プレゼンテーションもあれ多分ね意味わかんない人も相当多いと思うんだよね。だからプレゼンテーションを見せることによって答えを引き出すことができるんだろうけど、もう全然プレゼンテーションでもパニックになっちゃって、そのもう答える側ができないっていう人も多かったんじゃないかなっていうのがまあ見た印象ですね。まあなっちゃうでしょうね。ちょっとまあ思ったより低いけど、まあ理由は分かったかなって感じですね。まあ喋れないもん、普通に喋れないし聞こえないから。だからまずテストとして、まあ、成立してないというか、そもそも学校のその教育っていうのがこの試験に対応する能力をつけることに成功してないってことですね。まあスピーキング力はしょうがないよね。はい、なかなか難しいと思います、いきなりつけるのはね。どうですか、皆さん見てみて、ぜひ感想をコメント欄でお聞かせください。拍手ありがとうございました。 Thank you for watching.